まあ、これからの活躍はね。うん。じゃ、本当にだからね、今募集中なんですよね。タレントを増やしたいんですよ、うちの。うちのタレントを増やしたいの。うん。じゃ、まず第一番で、まあ、金梅さんと。で、次に支援役長と。ね。で、第3弾、第4弾、第5弾はね、まあ、みんなが圧倒驚く人をちょっと用意してるんで。うん。まあ、あれですね。一つだけ言うけど、もうニコ生のタレントはね、ほとんど取られちゃったんで、ツイキャスですね。うん。今後どんどん増えていくのはツイキャスの人です。キャス主って言われる人々ですね。はい。うちは注目してるのはキャスだから。ニコ生はもう誰もいないから。もらってくれる人っていうのが。だからもう新やつの金歯あるけど、うちはキャスだから。うん。ね、時代はキャスだから まあね、だから石川は多分もらってくれないでしょ。石川はあいつどこから企業ちゃそれは野田がね、チャンネルやらなくなるね、わけだわ、あれ。毎月あれぐらいしかもらってなかったんだったら、正直野田が、マジでかわいそう。本当に。あ、広告ありがとうございます。ヤミン企業名書いてなかったよ。あ、そうなんだ。ちゃんとね、うちの会社はね、提供、今日も元気にアホやふさんでなるんでね。会社の売り上げが上がって、いや、給料は増えるけど、そんな多くは増えないと思う。固定給だから、うちは。正直、7色とかも取ってやってもいいけど、やるから、いや別にね、やる気があればいいんだよ。別にチャンネルなんていくらでも作れるんだから、うちの会社でさ。だからやっぱりやる気の問題になってくるよね。だからね、俺は、もう別に過疎でも、ね、ネットで食っていきたいっていうね、意気込みを俺は聞きたい。うちの会社でやっていくにしても。別にチャンネルなんて何個でも作れるんだから、うちの会社からさ。だから、やる気だよね。やる気の問題。チャンネルに限界はないから。何個でも取れるから、会社から。で、うちは破格の、ね、5点、あの、5.5割を払うんで、条件面でも、うちは、かなり優遇してるんで。ただし、最低条件としてね。まあ、コミュニティ人数は1万だね。最低条件として。まあ、俺は今1500人しかいないけどね。まあ、最低条件として、まあ1万。それはちょっとね、譲れないところだね。そこは1万ぐらいやっぱいないとね。1万人ぐらい。だってさ、3000人とかしな、いなかったらさ、だって100人、だって10人とかしか入れないんだね。やっぱりコミュニティ人数イコール自分の知ってる人の数ってことだから。そうじゃない？だって2000人とかしなかったら何人入るんだよ、チャンネル。だって、
自分のことを2000人しか知ってないんだよ。そう、興味な、ない、なくても、あ、な、ない人、なんていうの？ない人もに入ってるわけだから、その2000人に。うん、そうやったら知らない人なんで、チャンネルなんか入るはずないじゃん、コミュニティ入ってる。わかるでしょ、言ってること。うん。だから、要はもうそう、チャンネルで、チャンネル、コミュニティが1万人以下は、だって、それすら、自分の存在すら知られてないんだからさ、チャンネルやる意味もないじゃん。うん。だって別に興味なくてもさ、コミュニティは入るじゃん。それは一応さ、興味なくても知ってるってことで、コミュニティ人数が上がるわけだから。だからやっぱりね、1万人だね。ツイキャスで言うとやっぱ1000人以上だね。常時1000人だね。その規定をクリアしてやる気がある人であればいいよ。うん。コミュニティ人数1万人以上か、ね、ツイキャスで、ね、だいたい1000人ぐらいを維持できる人ですね。深夜中、深夜中1000人行かないの？行くでしょ。行かねえだろ？行かないの？嘘でしょ？だから深夜ってなんかあれ、ツイキャスでなんか2番目に人集めるとか書いてあったのよ。なんかアピールのところに。嘘だったの？あれ。石川に次いで、なんか2番目にね、人を集める自信がありますとか言って。いや、600だ。嘘でしょ？さすがにそれはないでしょ？深夜って600とか。人気ないの？チクラ、いや、チクラなんてどうせ立ち見えしか出てないんだから、アクティブなんか低いんだからって。立ち見えしかねえんだから。B とかないんだもん。石川に引っ越し祝い持っていけ。だってどこに引っ越したの？石川とか。え、近いんだったら持っていく。茨城だったら持っていくけど。いや、まあいいけど、別にそれも深夜っちゅうでもいいんだよ、うちは。何個でもチャンネルは取れるからさ、うちから。ね、うちからチャンネルは何個でも取れるんで、深夜っちゅうだが何だろうがいいんですよ。まあ、あとね、誰をさ、ちょっと、あと誰を誘った方がいいかな。もうすぐチャンネルは取れるのよ、もう。有料動画と無料動画2本と、ブログ、無料ブログと有料ブログ作って、あとチャンネル、デザインをちょこちょこっとね、いじくったら誰でも取れるのよ。来る？いや、ホープさんは無理でしょ。ね、いや、電話してもいいよ、じゃあ。うん。で、その条件に当たはまる人、電話かけてきて、じゃあ。080-1229-1804にかけてきて、その条件に当てはまる人。コミュニティ人数1万人以上、ツイキャスで1000人常時集める、やる気のある人は、もう、その場で採用か不採用が決めれるよ。本当に。いや、ツバニャンとかさ、集めないでしょ。ツバニャンなんて100人ぐらいしか集まんない。エセアカだってツイキャスで500人程度でしょ。って無理でしょ。いや、便所太郎とか300人か400人しかいないから無理だろ。絶対に。たかし、だって1万人いってないでしょ、たかしって。たかしは1万人、まあ、たかしは本当にだから、俺にやる気を見せてくれたらいいよ、じゃでもあいつはやる気はないと思うよ。ガイルって誰？いや、いいけど。もう、だから、その条件で頭いっちゃってかけてきてよ、だから。面接するが、今から。
最低条件